いいです、すぐに商店街に戻ります。そこに病院があるんです。あの、千尋さんの番号知ってたら国見くんからかけてください。それじゃあ。ちょっと、どうしたの？え？え、なんで？いないけど。それで今探してるところなんだよね。京介くん、なんか用があったの？私も行くわ。怪我って一体何がどうなったの？どのくらいの傷かも。心配ね、あんなに小さな体だし。あ、京介。そんなにスピード出したら転んじゃうよ。私も行くよ。走っていくから。どこに向かっているの？だったら大丈夫。私はお姉ちゃんだからね。あ、京介くん。一体何なのさ、急に。一体サンデーがどうかした？え？怪我？
葵さん、服。あ、これは猫の血が。血？あの、猫は中で、あの、もう手術が始まってるんです。もうちょっとかかると思いますよ。ちょっと見てきますね。やっぱりまだ時間がかかりそうですね。皆さん、お友達？はい。神崎さん。サンデーちゃんのこと、説明してもいいですか？体を、何かが貫通したようなんです。貫通？貫通って何がですか？侵入したものが何なのかは体内に残っていないのでわからないんです。多分拳銃の銃弾じゃないかと思いますけれど。銃？まさか銃。打ち込まれたとか。でも銃だなんて。そうですね、ちょっと信じがたいですけど。だとしても貫通はしないですからね、普通。まさかと思うんですけど。とにかくサイズが、口径が小さかったのが不幸中の幸いです。じゃなかったらひとたまりもなかったと思いますから。それと内臓を外れていたのも良かったですね。ちょうど肩のあたりですね、胸と肩の中間くらい。そこから入射して斜めに貫通していって、背中から射出されています。大丈夫です、すぐに良くなりますよ。私のせいだね。私がちゃんと注意してあげなかったから。外で歩いているのは知ってたのに、私がのんびりしてたから。
でもね、私だって何でもかんでも分かるわけじゃないんだよ。全部忘れるから。ちょっと外の空気でも吸ってきた方がいいみたいね。あ、私もついています。血なら平気。ほら、私たちも外に出よう。どのくらいかかるかわからないし、みんなもういいよ。え、でも。ごめんね、チカ子ちゃん。本当は私一人になりたいんだ。本当ごめん。一人が嫌になったら電話してもいいからね。
マジブレーキしなかったでしょ。見ているこっちの方が怖かったよ。千尋がそうでもしょうがないけどね。楽しかったけど、ちょっと疲れちゃったかな。やっぱりこういう遊びはしたらダメだよ。だって危ないもん。そうだね、転んだりとか、車が飛び出してきたりとか。車は大丈夫なんじゃないかな。そうなの？うん、だって私調べたから。横道からこっちの道には入れないんだよ。進入禁止ってやつ。へえ、よく知ってるね。